では小池選手、今シーズンもよろしくお願いします。はい、します新体制発表会の雰囲気どうでした？そうですね、まあ、緊張感というか、はい、まあ、あとワクワク感というか、うん、まあ、今シーズンがいよいよ始まるなという感じです。なんかホテルで豪華に、そうですね、今年もね、はい、昨年に引き続き、はい、いっぱい記者さんも来られて、そうですね、ね、はい、ユニフォーム着てますね、はい、着てます。新シーズンの、はい、ちょっとだいぶイメージ変わりましたよね、これまでとは。どうですか？そうですね、柄、うん、まあ、もちろん着心地は、うん、まあ、昨年同様いいんですけど、うん、伸縮性もありますし、うん、まあ、あとはこの、分かりますか、柄、何柄っていうのかちょっと分かんないですけど、これね、何柄って言うんでしょうね、ちょっと難しかったんでちょっと言えないですけどちょっと私も分かんないけど、でもなんかこう、はい、面白いというか、まあ、いろんな、うん、角度とかに見え方も変わってくると思いますし、うん、まあ、今ヴェルディはこう総合型になっていろんなクラブが、うん、まあ、いろんなサッカーだけじゃない、うん、いろんな競技があったりとか、うん、まあ、本当に東京とか、まあ、ヴェルディをイメージしたいデザインになってるんじゃないかなと個人的には思ってます。さすがのコメント、うん、いやいやいや、なんかね、いいですよね、はい、エンブレムやっぱり、そうっすね、ガラッと変わりましたよね。まあ、見慣れて今来てますよね。そうですね、まあ、練習着ではもうこれつけてやってるんで、うん、まあ、本当50年が昨年で50周年、うん、まあ、新しい、まあ、50年、100年のスタートだと思うので、うん、まあ、その初年の、まあ、このエンブレムでプレーできるっていうのは嬉しいですね。さすがのコメントです、ね、恥ずかしいっすわ、やりづらくなるんででも本当ちょっとこの新ユニで今年もバンバン点取ってください、はい、また。そうですね、背番号は、はい、同じく、はい、19です、うん、はい、よろしくお願いします。はい。